ご登壇くださいませ。皆様、お待たせいたしました。これより勝利ジョッキーインタビューを行います。第58回ゴールドカップ、ブルドッグボス号を勝利に導いた三河本範史騎手です。おめでとうございます。ありがとうございました。ブルドッグボス号のラストラン、三河本騎手の騎乗で有終の美を飾りましたね。そうですね。まあ、4馬になる、って聞いて、寂しい気持ちもあったんですけども、まあ、最後のね6戦ぐらいはずっとコンビ組ませてもらったんで、いい花道を作ってあげたいなと思って、自分もしっかり準備して臨みました。ウイニングランでもたくさんの声がかかっていました。そうですね、本当はしたくなかったんですけどね、まあ、主催者からやってくれって言われたんでやったんですけども、本当はねあのボスには早く帰ってあげもらいたいなという気持ちだったんですけども、まあ、応援してくださったファンの皆様の最後の姿を見せようと思ってやりました。はい、今日はプラス21キロという馬体重でしたが、乗ってみていかがでしたか？正直不安はありました。相場の時に、まあ、ちょっとふっくらしてるんですかって話をしたら、でも先生は馬はできてるからって言ったんで、その言葉を信じて、まあ、返し馬乗ったら、あ、これなら大丈夫だなって、あとは JBC のような出遅れはなければと思って、慎重にスタートを切れればなと思って思ってました。はい、はい、レースを振り返ってまいります。スタートは慎重に切ったという話、道中前目のいい位置に控えてらっしゃいましたね。本当にここの何走かでは一番いいスタートを切ってくれたんで、まあ、前走の JBC がね本当に悔やまれるんですけども、まあ、やり直しは効かないんで、それはそれで急所サイドも自分も反省と改善をしながら騎乗して、まあ、馬を作っていただいて、本当にスタートうまくいきましたね。はい、最後のコーナーでノブワイルド号を抜いて先頭に立ちました。このタイミングはいかがですか？まあ、正直今のダート短いダートの中で JRA の馬も含めてノブワイルドはあそこで買わせる馬はいないと思います。まあ、そのぐらいの馬です。はい、その言葉通りゴールは大きく突き放していましたね。そうですね、本当に馬も本当にスタッフさんいい仕上げで、本当に素晴らしい姿で仕上げで来てくれたおかげで、もう何の不安もなくスタートから直線まで余裕を持って騎乗できたことも大きかったですし、まあ、何よりも足に不安を抱えているボスがね、最後のレースでしっかり結果を出して花道を飾ってくれたっていうのは、本当にボスの精神力と体の賜物だと思います。2020年浦和競馬場ラストの重賞をブルドッグボス号が制しました。どんな言葉をかけてあげたいですか？まあ、昨年の JBC をはじめ本当にいい経験、いい思い出させてもらって本当に感謝しかなかったので、ずっとありがとうって言いながらいやいやウイニングランしました。はい、また三河本騎手ご自身も今年浦和での連帯率5割超えを達成しています。浦和競馬場との相性も良い年でしたね。来年はもう少し乗りましょうか。じゃあ、はい、さあ現在浦和競馬場では入場制限を行っております。そういった中、応援してくださっているファンの皆様へメッセージをお願いいたします。今日はボスのラストランを見にいただきありがとうございました。本当にファンの多い馬だと思ってますし、またボスの子で浦和で難関で大きいレース勝てるように一生懸命頑張っていきます。本当に応援していただきありがとうございました。本日はありがとうございました。第58回ゴールドカップブルドッグボス号勝利に導いた三河本範史騎手でした。おめでとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ご登壇ください。